朝のルーチン心理学。今日もね、雨上がり。まあ今日から明日、明後日ぐらい、まあ何日かね、雨が降らないような天気予報となってるんでね、もう今日からまたね、ガンガンと剪定をね、していこうかと。このね、クロマツのね、緑摘みももう始めていこうかと。まあまだね、雨上がりで濡れてるんでね、これが乾けばね、乾いてくればもうね、緑摘みをやっていこうかと思うんだけども、このどこから緑摘みをするかっていうのもね、ちょっと悩ましいところなのよね。まあ通常、まあ古葉取りなんかもそうなんだけど、上から下にやっていくというのがね、基本的に庭木の剪定は上から下へ、つまり剪定したものが下に落ちていくんでね、その下に落ちていくことによって、それに下から上にやったら、結局上のものを、まあ、古葉取りとかして下に落ちたら、またその下に落ちたものを払い取らなきゃいけないっていうのが二度手間になるんで、上から下にやっていけば二度手間にならないと。それに上からやって下に落ちたものを今度下の、古葉を取るときにきれいになっていくから、要するにその時に一緒に払えばいいから、二度手間にならなくて一回で済むと。という考え方がじゃないかなと思うんだけども、緑摘みの場合は、まあこれ、緑摘みの場合も、まあこれ多分このクロマツとあそこにあるクロマツと2本あるんだけども、まあ2日3日で終わっちゃうと思うのよね。だから、そう考えたら、まあね、あんまりその、なんていうの、時間経過的なことを考える必要ないのかもしれないけれども、まあ、もっとかかるとすればね、というか逆に時間をかけるとすれば、要するに、まず最初に、やる緑摘みをやるというのは、2番目を伸ばしたい部分を先に積んじゃって、だから例えばこういうね、北側の、部分、この部分はなおかつ葉っぱが薄いようなところね、葉っぱが薄いような枝は2番目を伸ばしてもいいわけだから、先に緑摘みをやっちゃって、まあ、7月ぐらいになったら2番目がすぐ出るんでね、それで、2番目を伸ばすと。そして、まあ、要するに枝をちょっと濃くすると。で、逆にこういう上の部分ね、まあ、特に南側のね、こういう上の部分。こういうのは、要するに2番目を短くしたいのね、なるべくね。2番目を伸ばしたくないわけよね。で、数も増やしたくないしね、枝の数もね。そういうこと。となると、要するになるべく遅く緑摘みをして、2番目をの、発芽時期を遅らせると。そういうような考え方があるんじゃないのかなと思うんだけどもね。まあそういう考えで、まあ僕の場合はやってるんだけども、まあ基本的に2日3日でも終わらせちゃうというふうにあるんでね、あんまり時期的、差はね、ないような感じになっちゃってるんで、あんまり効果がないんだけど。あ、ユリが咲いた。東京都のね、さゆりも一生懸命なんかいろいろ言ってるみたいだけど、まあユリはね、このユリはね、ただ黙ってね、まあ咲いていると。そしてツツジも、ね、今年はもう、すごく満開と。で、これなんだっけな、また名前忘れちゃった、あとね、野毛氏も結構出てきたね。またね、野毛氏も今度食べないとね、食べるために生やしてるんだから野毛氏はね。で、剪定というのはね、僕の考え方ね、こういうふうに、もうこれもみじね、これ種からね、種拾ってきて、その種をまあ撒いて、出てきた、もみじなんだけど、
このモミジは一回もまだ剪定してない、要するに野放し、要するに未生で大きくな、未生で芽吹いてから一回も剪定してないで、要するに少しでもね早くねある程度大きくなるように、全くね、切らないで剪定しないで、置いてあると。だからこれが今自然の状態ね。要するに大きくしたい木は剪定をしない、よっぽど邪魔にならない限りね。でこのサルスベリもそうね、まずこれも未生で種を拾ってきて種から、育てるというか、まあ、発芽したんだけども、この、サルスベリも要するに、未生からね少しでも大きくしようと思って、基本的にこのね通路でね、通路でここのとこ通路なんです、通路で邪魔になる枝は切るんだけども、なるべく剪定しないで、まずは大きくしようと、大きくしてからがっつり剪定をするようにしていこうと。だから大きくするしたい木は剪定しないっていうのがね、まあ、僕の剪定のね仕方。逆にもうこういうウバメガシみたいな、のはもうどん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 ね剪定して、あまり大きく太らせないようにね。このビワなんかもまだ基本的には大きくするために剪定をしていないと。このサザンカなんかは逆にねもう極力剪定して大きくしないようにしていると。でクロマツなんかもね、もう一時期はねもう緑摘みをしないで、とにかく木を大きく元気にさせようと思って緑摘みをしないで置いたんだけども、もう去年ぐらいからほぼ全部の緑摘みをねするようになって、まあこれだけね、まあ勢いが出てきたんで緑摘みを去年ぐらいからするようになったと。だからね、大きくしたいかどうかっていうとこなのよね。でまあこういうふうにね外に出てくると、これ全部ね、未生、要するに鳥がねこの電信柱の電線に止まって、うんこをして、そのうんこがここに落ちて、で、そのうんこに入っている種から芽吹いたという木なのよねこれ全部。でこっちもこの木もこの枝がいっぱい伸びてるね、この木も鳥が運んできただと思うんだけども、何の木なのか分かんない。であとね、ここら辺はね、ツルメモドキの枝がね、枝っていうかツルがね伸びてるんだけども、まあ、この辺りも、まあ、隣のね畑に入ってきちゃってるんで、もうツルメモドキのねツルも、まあ、なるべく切らないで向こうへねこうやって引っ掛けて絡ませて、要するに剪定しないで絡ませて、まあ、ちょっと伸ばそうと思ってるんだけどね。でこのね何でか分かんない木、これはよく分かんないんだけど、これはまあ枝を剪定するしかない、要するに絡ませて向こうに曲げるとこまで手をかける木はないんでね。ですぐどんどん大きくなるんでね、もうバンバン伸びる木、何の木なんだろうね。葉っぱが大きくてね、パッと見てあ桜かなとか思ったけど違うね。であとこのね、えのきだとか、クスノキ、これえのきね、クスノキ、これが何の木なのかな、これよくわかんないんだけど、これえのきじゃないと思うんだけど、うん、えのきとは違うよねこれね、と思うんだけど、これなんかもまあ要するにね、まあ、こういうふうに道路にはみ出てるかはみ出てないかって言ったらまだはみ出てないんだけどね、ここのゼラニウムが少し出てるぐらいでね、まあ、道路には出てないんだけども、基本的にこのエノキにしてもクスノキにしても大きくなる木なんで、大木になる木なんで、どん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 ね切って、もう上に伸びてるようならもうバンバン切ってね、で、要するに大きくしたくないから剪定すると。このクスノキなんかもね、これも上を切っちゃってね、要するに大きくしないように。こっちのクスノキなんかは逆に、
ある程度大きくなってもいいから下枝を買ってね、下枝を切ってすっきりさせると。でこの剪断はね、まあ樹形が結構ねかっこいい綺麗なんで、今年はこれバーってねそのままほっといて広がらせて、ちょっとねかっこよく剪断の木がねこういうふうに大きく広がってるようにしようかなと。その後秋になったらね、もう根元からねバッサリ切って、処理しようかと。これはね、南天もうじき花が咲くんでね、これもまた楽しみ。あ、こっちにもね花が咲きそう。でここら辺、まあ、南天もんじゃの木ね、一つ畑、これはもうね剪定してあるんで、これはもうこの感じでいいかなと。まあ、要するに車庫の屋根とかね、こういうとこに、ね、触らないようにね、もう剪定してあるんでね、まあ、また伸びてきて、ね、触るようになったら、剪定しようかと思うけど、この金木犀もね、まあ、こっちはすっきりとね、隙間が、こういうふうにね、中に入ってこれるぐらいに剪定、ね、全部剪定してあると。で、下もね、あまり重くならないように剪定してあると。で上は屋根に触らないように剪定してあると。あ、ここも南天が花が咲きそうだね。まあそんな感じでね、どうやって何を剪定するかっていうのをいろいろ考えるっていうのはね、とても、楽しいのよね。これがね、要するに庭のデザインをすると、だからこれが林業とは違う楽しみ方というかね、要するに剪断がこういうふうに、ね、広がってたら、なんかね、いい感じになるんじゃないかなとか。フーランはまだねつぼみが出てこない、まあ、そんな感じでね、今日はね、バンバンとね、剪定してね、これから朝始めようかと。といったところで、朝のルーチン森林浴。